さあ皆さんこんにちは。東京ゲームショウ2015コナミブースにようこそお越しくださいました。こちらのステージでは10月6日いよいよ稼働開始となりますメタルギアオンラインについて余すことなくご紹介したいと思います。 DJ の森一朝です。どうぞよろしくお願いいたします。見ると先ほどと顔ぶれが変わらず皆さんありがとうございます。ぜひですね、昨日もご覧いただいた方もいらっしゃるかと思いますので、できるだけ今日は僕質問を変えていこうと思います。もしかしたら詳細が困るような質問もしていきたいと思いますので、どうぞ最後まで柔らかくお付き合いください。それではここで軍曹をお呼びしたいと思います。百太郎軍曹。千太郎だからもう一回。千太郎だ、ごめんなさい、もう一回。すいません。それでは改めてお呼びしたいと思います。なんと今日の軍曹は一味違います。あの世界陸上で戦ってきたサニーさん。用意。無理です。いや無理だよね。すみませんでした。すみませんでした。さあということで、はい、みんなそのまんまいるじゃないかねえ、ありがとうございます。だとしたらより恥ずかしいじゃないか私が。いやそうですよね。さあということで、のど飴を舐めて戻ってまいりました。さあイエスさん、どうぞよろしく。よろしくお願いいたします。先ほども、はい、言われたようにですね、この会場が、コール&レスポンス禁止となっております。聞いた。ということなので、はい、私はね、ちょっとこれから、メタルギアオンラインの、デモプレイをみんなに見てもらいたいんだけれども、はい、デモプレイを一緒に。おちょっと待てよ、みんな待てよ。見てくれるかな。分かってるよね。やめてくれよ。やめてくれよ。さっき散々怒られたでしょ。じゃあのこれ違うんです、コールとレスポンスじゃなくて、質問してみんな答えただけです、なるほどね、はい、ゲームやってるか、そうやってるよと、そういう感じなんですかね。怒られるぞ。はい、もういいです今日最後のステージなんで僕、そうですね、はい、僕らにとって肖像権は何もありませんので、どんどん拡散しまくってください、はい、さあちなみにさっき撮ったみんなの集合写真もツイッター上げました僕のアカウントで。あ、そうですね、はい、公式もリツイートしてます、はい、すごいいい写真でしたありがとうございます。でもせっかくなんで後でもう一回撮ろうかな。なんでだよ。何なんだよ。さあ早速なんですけど、メタルギアオンライン、はい、僕はどんなゲームについて、なっているのか早速教えてください。はい、ということでメタルギアソリッド5、ファントムペインの世界観を元にした、オンラインでのマルチプレイ対戦ゲーム、これが、メタルギアオンラインという風になっています、今回はですね、まあもうみんなね諸君らずっといてくれてるんで分かると思いますが、はい、今回も諸君らに素晴らしいデモプレイを、お見せしたいと思います、そしてこのデモプレイをやっていただくのは、私の優秀な部下、この4日間そして、練習も含めて10日間ぐらいでしょうか、私の優秀な部下として働いてくれている、中央大学、FPS 部連合の皆々だ、中継をつないでくれ。おさあ、FPS 部連合の皆、今日は最後だ。最高に面白いプレーを見せてくれるよな。素晴らしい。だからコール&レスポンス禁止だって言ってんのに確認しただけです。あ、なるほどね、はいはい、ちょっと一人だけ、一人ずつ各チーム、コメントいただこう。そうですね、さあ最後の戦いだぞ、一言頼む。今日は4日目の集大成にふさわしい秘策を用意しているので。秘策。僕の段ボールだけ見てください、おお、わかりました。段ボールだけ見ていく。さあそしてもう一人、ブラボーチーム。そうですね、これから見せる華麗なプレーで、2階級突進して、彼の上官になって顎で使ってやりたいと思います。顎で使うなんかちょっと人間的に嫌な人間になるのはやめよう優しくやろう。彼ね、打ち合わせの時からちょっとね、切れ者だなっていうところあるんですけ ど、 なるほど、本当にうまいから何も言えない。そうですよね、でも本当にね、早速このプレーをね、見ていきたいと思いますが。さあいいじゃないですか、じゃあちょっとね、簡単に、ステージとミッションの方を紹介したいと思います、お願いします、まず今回のルールなんですけれども、バウンティーハンターと、クロック&ダガーというのをやります、バウンティーハンターは、
敵チームのチケットをゼロにすることで勝利、はい、ただし敵を倒すごとに、うん、賞金首ポイントというのが加算されます、はい、そして今回新しく搭載されたフルトン、うん、フルトン回収をすることによって、はい、その回収した相手の賞金首ポイントが自分のチームに入ってきます、うん、ということは試合が終わるギリギリまで何が起こるか分かんない、はい、これがバウンティーハンターです。これがバウンティーハンターだ、はい、うん、そしてもう一つ、うん、クロック&ダガー、はい、こちらは潜入側防衛側に分かれます、うん、潜入側は敵チームが持っているデータディスクを回収し、はい、そして自分の回避ポイントでアップロードすることによって勝利となります、はい、そして防衛側はそれを制限時間内阻止すれば勝利となります、はい、ただし、うん、潜入側はステルス迷彩を着た状態で非殺傷武器のみ装備できます。非殺傷武器のみ、うん、そして防衛側は殺傷武器のみの装備という風になっています。はい、うん、まあ、前回のねちょっとチームスニーキングに似てるものもあるけれども、はい、これがまたどういったミッションになるのかもぜひ見てもらいたいと。さあさらに、まあ、他にミッションもあるんだが、うん、今回はこの2つと、はい、そして、うん、ステージなんだけれども、はい、まあ、今回ね、グレーラーパートとブラックサイトというステージをちょっと今画面に見せている。はい、はい、グレイランパートはダムの周辺施設、うん、川を挟んで2つの領域に分かれている、うん、そしてこのブラックサイト、はい、私見たことあるというものを敬礼してくれレスポンスしちゃダメ、レスポンスしちゃダメ、うん、我慢した、はい、こちらのステージ、うん、メタルギアストリート5のプロローグであるグラウンドゼロズで潜入したあの基地、はい、それの9年後の姿となっている、うん、もちろん9年間の間でさまざまな地形の変化などもある、はい、うんうんうん、そしてさらに他にはアフリカのジャングルの奥地、うん、さらに港の近くのガス精製所などさまざまなステージが用意されている。なるほどね、うん、今回はその中から2つを選んで戦ってもらいたいと思う。わかりました。さあそれでは戦闘の準備に入るとしよう。はい、さあ実はですねこのエキシビションマッチなんですが見届ける方がもうお一方いらっしゃいます。ん、誰？これあのね相当すごい方がやってこられると僕はお伺いしておりますがちょっとヘリの音がしてきたけども。そうですね、どなたなんでしょうか。空中指令室にいる少佐。待たせたな。この声は、この声はまさかっていうかもう毎回ね出てくるの僕でしょ。大きい少佐です、よろしく。はい、どうも大きいです。前作ではですね、はい、精鋭部隊として出して、うん、出ていましたけれども、はい、今回からはね、少佐として、うん、やらせていただきますので皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、大きい、いつの間にか少佐に。そうなんですよね。そうですよ、特進してますから。なんか軍曹のままですよね。あの、私軍曹のままなのは、昇進試験を受けたかったんですけども、はい、私本気で視力が低下しましてなメガネがないとダメなんでな、ね、うんうん、ちょっとあの後方支援に回っております。なるほど、今後方支援で、うん、ちょっとね引き続きじゃあよろしくお願いしますよ。お願いします。はい、さあまず第1試合なんですけれども大きい少佐、はい、そちらは、ね、うん、第1試合はじゃあゲーム画面じゃあ早速映しましょう。はい、はい、画面左上をご覧ください。はい、第1試合はルール、先ほど軍曹から、説明がありましたがミッションはバウンティーハンター、はい、で、ステージはですね昨日と変わりまして、うん、はい、アンバーステーションになっています。ということは今回も、うん、これ見てる皆さん世界初ということになりますね、はい、そうですね、あの昨日はですね、はい、あのこのアンバーステーションでクローク&ダガーをプレイしたんですが、はい、まあ、ちょっとミッションを変えまして、うん、はい、バウンティーハンターでアンバーステーションの、プレイを見ていただきたいと思います。はい、はい、でこの画面ではですね、キャラクター、まあ、いわゆるクラスの選択とですね、うん、曲の選択ができますが、はい、この、たまたまこのアルファ1のキャラクターはですね、はい、オセロットになってますね。あ、この OCE と書いてある、はいはいはい、オセロットになっている場合はですね、うん、まあ、あのユニークキャラクターとしてオセロットを使用しますので、はい、まあ、クラスの選択等はありません、はい、が、まあかなり強力なユニークキャラクターですので活躍は期待できると思います。はい、はい、そして、今カーソル合ってる部分が BGM ですね。はい、はい、BGM はさまざまなメタルギアの過去のシリーズから、はい、もしくはですねあとファントムペインから、曲を選択することができます。はい、じゃあ今回は、なんか今選ばれてるのがメタルギアソリッド1ですね。懐かしいですね、はい、じゃあ早速ちょっとプレビュー再生してみましょう。はい、あーちょっとこれ聞きたい聞きたい。
っとあれをずっと聞けちゃうよね、これ、はい、どうしました、ね、どうしました、センタロウ軍曹が今潜入し始めました。センタロウ軍曹が潜入し始めました。目の前には強大な敵が。センタロウ軍曹どこ行くんだ、どこ行く帰ってこい。自由すぎるでしょ、はい、だって自由潜入だもん、はい、そうね、うん、急にあのダダコになっちゃいましたけども、はい、はい、じゃあそれではですね、うん、あ、今もう一つ注目していただきたいのは、はい、自分のチームは必ず青になります、うん、敵のチームが赤ですので、はい、今自分のチームが青だからといって敵のいわゆるブラボーチームの画面に切り替えた時にもブラボーチームの画面ではブラボーチームが青になりますので、はいはいはい、そこだけ、注意しながら見ていってください。はい、自分が青、敵が赤、これは絶対ということですね、はい、そうですね、はい、ですので例えばですねフルトンバルーン、いわゆるフルトンの風船ですね、うん、はい、風船も仕掛けたチームのカラーになりますから、うん、青いフルトンはまあ守りましょうと、はい、赤いフルトンは破壊しましょうということになりますので、赤い風船を見たらすぐ撃ち落とさないと持ってかれちゃうという形になります。わかりやすい。はい、じゃあそれでは準備が整ったようですので、はい、はい、じゃあ試合を開始したいと思います。はい、さあロードアウト選択画面となります。さあ、うん、じゃあちょっとねここね、うん、あのね僕タイミング合わせていきたいんですよ。はい、言ってる間にもう5秒前、はい、あ、やばい。それではメタルギアオンラインエキシビションマッチ in 東京ゲームショー2015バトルスタート。はい、少ない拍手ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、現在こちらはアルファ1のキャラクターオーセロットですね。お、うん、早速ウォーカーギアに乗りました。オーセロットがウォーカーギアに乗ったことで、うん、さあこれはユニークキャラクターのもう意味、いやそういうことじゃないですよ。ウォーカーギアは強力ですよ、かなり。さあ今ここで、しし、はい、はい、結構直線距離が長いところ来ましたね。おお、なんか敵が向こうに何体もいますね、はい、お、なんか一回降りて乗った、なんかあったんでしょうね、うん、あ、イーロケーターが投げられて敵が奥にいますね、うん、さあちょっとウォーカーギアで結構前から勝負してる。おお、あ、後ろから CKG さん、これはピンチャーさん、どうも尋問されてるようですね。あ、やられてしまいました。今わざと目の前ちょっと出たのかもしれないね。そうですね、うん、これだったら最初から乗らない方が良かったんじゃないですか。そうですね、うん、あれちょっと待って、さあキャラクターが変わりました。アルファーズ、これは何何、あ、なんかキュートで引っかかってましたね。そしてヘッドショット、ヘッドショット見事でした、うん、はい、これはこのキャラクターは秋野さんですね。 OK ですかね。はい、なかなか今日一回もメタルギアステージ出てないのに、もうこんな恥ずかしい姿に本当ですよ、はい、まあ、でも頭に乗っけてんのこれなんでしょうね、これ、ね、何ですかこれ、これ猫が乗ってますね。 猫ちゃん、これ猫生きてます、もしかして。これはですね、まあ、うん、ある意味リアルなお人形レベルですね。リアルなお人形レベル、はい、いやでも尻尾も首も動いてますけど、はい、もうこれもっとなんかあの可愛くとかできなかったの。かなりリアルに作らせていただきました。はい、さあそんな中進めていますが、あ、目の前でスネークが気絶してましたが、うん、あ、今度はこっちはこっちでまた急凍デコイに引っかかっちゃった。なんなの進まないよ。うん、今回の急凍デコイはですね、はい、チームによって置かれるものが変わります。はい、いわゆるあのトレーラーとかで出てたのは犬のお人形だったと思いますが、はいはい、ゲーム中にはですねチームごとに、犬になったり猫になったりしますので、そこはぜひいろいろ試してもらうと楽しいと思います。あ、ダンボールありますね。はい、そういえばさっきダンボールがあるって言ってましたね。はい、あ、オセロットに画面が変わりました。うん、さあオセロットはですね、はい、ユニークキャラクターですので専用の武器を持ってます。今持ってるのがメサニトリネード6ですね。はい、はい、こちらはですね、はい、二丁拳銃ですね。両手で構えてると思いますが、うん、二丁拳銃のこの銃はですね、うんうん、マーキングされた敵にですね、はい、長弾で、フォーミングで当てることができるようになっています。これはすごい。はい、かなり強力な形ですね。あ、逆に今度は CQC されてしまいましたね。うん、これで尋問されているんでしょうか。そうですね、 CQC はですね、もちろん連続で CQC できないようにですね、はい、前作同様に CQC がうまく外すことができたら、はい、一定時間また CQC をかけられないようになってますので、無限ループとかそういうことはありませんので、そこはご安心ください。はい、はい、CQC でこれ気絶を、はい、させられてしまったところで、無線でカバステと言っていますが、あ、これ気絶されましたね。はい、じゃあ次はこちらはアルファ1ですね、はいはい、オセロットの画面になります。さあオセロットは今
はい、かなりチームとしても、あ、今すいませんね、ちょっと説明するのが忘れてましたが、どうしました？はい、今チームのスコアがですね、大幅にフルトン回収で、はい、追いつきました。15-14、うん、はい、先ほど7セットほど差があったんですが、はい、フルトン回収で、一気に追いつきましたね。何これ、はい、このこれはですね、CQC 中に、敵をですね、縦に取って銃を構えることもできます。これ昨日言ってましたけど、フレンドリーファイヤーのところって、はい、CQC 中は撃たれるんでしたっけ。はい、そうですね、CQC で拘束されている味方はですね、はい、フレンドリーファイヤーの対象になりますので、はい、助けるときには味方に当たらないように気をつけないといけないと、はい、ということで、ここで終了ですね。はい、はい、こちらはアルファの勝利ですね。アルファの勝利、はい、はい、おめでとう、お疲れ様、はい、さあ、じゃあそのまま第2ラウンドに行きたいと思います。はい、はい、第2ラウンドはですね、うん、バウンティーハンターの場合は攻守っていうものがありませんので、はい、スタート地点、いわゆる HQ と今回は呼んでますが、はい、HQ の場所が入れ替わります。はい、はい、それでは第2試合スタートです。はい、じゃあ第2試合が開始されました、うん、はい、今こちら、はい、ブラボー1ですね。はい、先ほど秘策があると言ってましたけどね。はい、どんなものを見せてくれるんでしょうか。うん、はい、ブラボー1はこれ潜入クラスですね。はい、なのでステルス迷彩を使ってます。うんうん、で、クロカンドダガーでも、あ、さらにここでキュートでかいワンちゃん置きましたね。あ、なんか遠くからロケットパンチって叫んでる声が聞こえましたが、スネークはですね、ロケットパンチを使うことができますので、はい、ロケットパンチぜひあのプレ、あの、なんでしょうね、遠くから隠れながら、うん、打つことができますので、ね、試していただければと思います。なんか殺敵もできるんですよね。殺敵できますね。さらにキュートで増やしてますね、これ、はい、さあ、サブマシンガンですね。はいはい、サブマシンガンはセカンダリー武器ですので、うん、例えばシールドを構えながらとか CQC で拘束しながら打つことができる、なかなか強い武器ですね。はい、うん、なんかダンボールが1個マーカーがついてますね。あ、こちらはあれですかね、なんかマーカーがついて、あ、あれ闇ですね、これ。おこれはあれですね、自分にマーカーをつけられて、はい、その後ダンボールに入った状態でダンボールから緊急脱出すると、うん、ダンボールにマーカーを残したまんま進められると。その通りです。回り身の術ですね。うん、マーキングに対してはですね、はい、ダンボールが最強の防衛手段になります。はい、ですので今回ダンボールをうまく活用してですね、うん、敵にマーキングされたらあえてそのマーキングを利用して、うん、ダンボールにマークを残すことでトラップに変えることもできます。なるほど。じゃあ前回以上にダンボールの役割が大きくなったと。そうですね、はい、はい、現在今オセロットはマーキングされている状態ですね。はい、これもオセロットの特殊能力の一つですね。自分がマーキングされている状態が常時分かる、分かる、はい、おー、わー、やられてしまいましたが、さあ、今度は逆に、こちらは今、はい、あ、またブラボーチームですね。はい、ブラボーチームはかなり連携がしっかりしてるんでしょうね。はい、敵にマーキングがすごいいっぱいついてますので、うん、敵の位置がかなり見えてますね。はい、まあ、その中でも、プラス8の、賞金首ポイント持った人が1人いますね。うん、この人がもし回収されると、ね、はい、今現在、ブラボーが16、アルファが21ですので、はい、負けてるわけですね、ブラボーが。ただもう敵の位置は全て把握しているということで、これはもう狙いやすいですね。あの、おっと、これはでも激しい戦闘が続いておりますが、チケットは何だか8チケットの差になっています。はい、はい、現在ブラボー12の、アルファが、あ、ブラボー11まで行ってしまいましたね。はい、アルファが20ということで、ここはかなり厳しい。ただ賞金クッポイントがかなり高いプラス12の人もいますね。はい、もしあれを回収することができれば一気に逆転ですね、これは。はい、さあ、オセロットがここで、あ、回収されるそうですね。さあ、これを、あ、うまくいきました。出た。さあ、これでチケット多少返しましたが、あ、逆に今度はまた CQC をやられてしまった。さあ、これはカバーしに行かないとやばいですね。さらにフルトンか、これは。あ、キルですね。あ、はい、しかし、さあ、ここから残り時間がもうわずかですね。45秒。はい、あ、こうなるともうフルトン合戦になる。これはプラス12のところたまたまうまく出てこられましたね。大変だこれ。さあ、これ回収できたら、さあ、10対16が22対15、一気にブラボーが優勢になりましたね。さあ、会場では拍手が巻き起こっております。さあ、残り24秒。雨が降ってきた。さあ、雨、こういう天候変化もゲーム中にありますので、はい、これで足音でね、敵の位置が分かりづらくなりますので、ね、
あ、今のところは残念ながらフル特化者できない場所でしたね。はい、そうか、上に何があるのか。キュートデコに引っかかっている敵を発見。さあ投げて間に合うか。さあプルトン回収が間に合ってより差をつけて終わることができるか。あ、まあ間に合わなかったか。まあでもまあ勝利しましたね。ブラボーチームの勝利。ブラボー1ですかね。今回はブラボーチームの勝利でした。はい、いやお見事でしたね。さあしかし、うん、スコアはどうでしょうか。あ、お、あ、これはブラボーの勝利ですね。はい、お疲れ様、おめでとうございます。さっきあの1試合目の時に、うん、はい、あの勝ったのアルファチームだったんですけど、スコアはブラボーの方が高かったように、うん、そうですよ ね気はしましたけれども、はい、まあ、でもこうやって結果スコアで負けてしまったと、はい、それちょっとねこの時間でいろいろね質問していきたいんですけれども、はい、じゃちょっと次の試合の準備の間にそうですね、はい、はい、あのキュートデコイいっぱい引っかかってたじゃないですか。はいはいはい、はい、今回そもそもあのキュートデコイなんで作ったんだっていうあの、うん、ね、まあ、引っかかったのは雑誌でよかったんじゃないかっていう話もありましたけどね。確かに思うんですよ。そうですね、うん、前回はまあいわゆる雑誌、はい、マガジンが置かれてましたけれども、はい、今回はですねあの実際まず最初に雑誌で作ったんですけれども、はいはい、どうしても双眼鏡に引っかかるっていうのをやりたくなったんですね、うんうんうん、でそしたら雑誌だとこうペラペラなんで、はい、ちょっとこれじゃあなと思ったんで立体にしようって言って一回立体 の、うん、まあ、あのグラビアアイドルみたいのを出してみたんですよ、はいはいはい、したらもうなんかなんだろうこれみたいになって、ただのデコイみたいになっちゃったんですね今度は。ああ、確かにそうなります、ね、ちっちゃいデコイみたいになっちゃった、はいはい、でこれじゃあなって言ったところで、うん、ですね、あのスタッフの中の女性の方から、はい、キュートなのにしたいですと。キュートなのにしたいですと。さあキュートなのどうでしょうって形で、うん、キュート例えばって言った時に、うん、まあ、やっぱりペットですよっていうの話があって、うんうん、あ、じゃあワンちゃん作ってみようか、はいはい、みたいな形でワンちゃん作ってみたんですが、はい、最初めちゃくちゃリアルなワンちゃんが出てきてこれは DD みたいなこと。そうですね、うん、DD は可愛いじゃないですか、うんうん、だけど本当になんか妙にリアルなのが出てきて、うん、これはちょっとなと思ってちょっと可愛くモフモフっていう注文だけ僕つけたんですよ。可愛くモフモフってそれ伝わるの、はい、それどうして作ったんだよね。そうですよ、海外の、うん、あのそれもですね筋肉ムキムキアーティストが作ってくれたんですけど、はい、そしたらですね、はい、次の日出てきたのが、うん、今のキュートデコイなんですね。そういうことなんですね。そうなんだ。もう、え、本当に君作ったのみたいな、すごいびっくりして、で、うん、それをでも、こう可愛くモフモフなんで海外の人はどう思うんだろうと思って、はい、いろいろ聞いてみたら海外でもやっぱキュートキュートと可愛いというあれだったんで、あ、じゃあ今回はこっちの方向で行こうっていう、キュートデコイで、はい、だからちょっと方向としてね、うん、合ってるかどうか分からないんですけど、はい、被り物、はいはいはい、まあ前作はあのワニ、はい、ね、ワニね、あの口が揺れて邪魔でしたね。邪魔でしたよね、はい、昨日ね、皆あのご覧いただいた方はいるかと思いますけど、はい、リアルなイカ、イカ、そうですね、今日は今日出てきたのはあれなんだ、猫、ね、猫か、ちょっとあれはリアルすぎませんか、うん、あれはですね、はい、全く同じアーティストに、もうちょっとあの一回ワニシリーズみたいな、いわゆるワニが面白いんで、はい、じゃあ動物シリーズを作ろうと思って、はい、で一回こうコンテを書いてもらったんですね、はいはいはい、いろんな動物が頭に乗っかってるっていう、はい、で20何種類書いてもらって、はい、そしたらみんなで見た時にやっぱりイカのインパクトがすごかったんですよ。まあそれはそうですよね。そうそうよね。これは面白いなって言って、うん、で同じそのムキムキアーティストにですね、うん、頼んだらですね、はい、だから今度はもう可愛いどころかもうめちゃめちゃリアルでグロテスクなイカが出てきて、うん、もうこれはこれで絵が面白いって言って、うん、そのまんまっていう形ですね。はあ、モフモフのね、同じアーティストとは思えないですけれども。そうなんですよ。これちゃんと上司に許可取ってみんなやってるんですか？結構好き勝手やってました。なるほどね、はい。じゃなきゃ絶対できないですよ。そうですよね。まあでもそういった遊び心もね、はい、まあまあまあね、MGO に入ってくるとか。いや、待って、MGO はね、こういう中で笑っちゃうような面白さみたいなあるじゃないですか。そうですよね。お約束というか、うんうんうん、はい、だからね、僕こういうの大好きです。だから上司とのコミュニケーションは取れてないけれどもプレイヤー同士のコミュニケーションは取れるということですよね。なんで上司とのコミュニケーションが取れてない？ごめんごめん、コミュニケーションといえばあのプリセット無線、あ、はいはいはい、で、あとボイスチャットは、はいはい、確認そうですね、あのね、僕ツイッターで僕に聞いてきた人が結構いるんですよ。あ、そうそうそう、そうですね、チャットについて、うん、プリセット無線はですね、はい、
今回音声の種類は32種類で、さらにそこに強弱ですね、はい、メタルギアオンラインの1作目の仕様にもあったんですが、はい、強弱なので、まあ、1人のキャラクターあたりに64の、まあ、音声が用意されてます、はい、で、まあ、それを、各ミッションごとに、設定することができますので、このミッションでこういうセットで行こうとか、はい、そういうのができるようになっているのが今回のプリセット無線です、はい、で、まあ、ボイスチャットももちろん、はい、対応しています。対応していると、はい、あれ テキストチャット、おすごい話がやってまいりました。これダメ、ね、聞いたらダメ、ダメ。そこをめっちゃ聞かれて、そこは僕も分かんないんですよ。そうですね、そう、うん、いや文章とコミュニケーション取りたいんですけど、テキストチャットできますか、うん、いやちょっと待ってみたいな、てん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 、これちょっともう俺分かんない、下手なこと言えないしね、うんうん、そうですね、テキストチャットはですね、うん、まあ、メタルギアオンラインの売りの一つだったと正直思います、はい、でただですね、前作のサービスインからもうかなり7年ですね、うん、サービスインがあの前作が7年前の2008年でしたので、はい、その間にですね、うん、プレイステーションネットワーク Xbox Live 上でのコミュニケーションツールっていうのはかなり進化します、はい、で今ではですね、スマートフォンのアプリで実際に、うん、プレイステーションネットワークのフレンドとのチャット等ももうできるんですね、はいはい、ですので、うん、今回の MGO ではですね、さらにフレンドとかパーティー、あの PS4 とか Xbox One ではパーティーも対応してますので、アイドロイドのようにスマートフォンをですね、セカンドデバイスとしてコミュニケーションツールとして使ってもらうのが便利ということで、ぜひそちらをお使いいただきたいと思います。じゃあ各自が別に持ってる端末のアプリとかでやろうと、はい、いうことなんだね。あ、はい、よかった。じゃあその説明を僕書いておきます、ツイッターに。そうですね、はい、まあ、あれですね、最初に言っとくとテキストチャットはないということですね。はい、そういうことですね。そうなります。そういうことですよね。はい、時代が変わったんで。ということですよね。はい、ちなみに、あの皆さんもね、つぶやかれるときに、メタルギアオンライン3ってなんかの数字の3って、漢数字で書いてる方、結構いらっしゃるじゃないですか。あ、これね、そうそうそう。ここです、ここ。あれって、はい、これあの僕らもその3って読んでいいのか、その3、ね、うん、読んでいいのか、 どういうふうに表記したらいいだろうなと思ってて、はい、ですね、まあ、正式名称で言えばあの3っていう表記は入ってないんですよ、メタルギアオンラインは。入ってないよね、うん、はい、ですがやはり3作目じゃないですか、はい、だから3っていう表現をどこかにやっぱ入れたいっていうのがあったんですが、うんうん、E の文字をですね、はい、いわゆるこれをちょっと、デザインしまして、はい、漢字の3にも見えるし、数字の3にも見えるようにデザインしたんですね。ほうほうほう、はい、なぜ、ですね、漢字の3、そうですね、3、数字の3、それいいですね、それ反対だね、すいません、仙太郎君こんな顔してますが日本語しかできませんから。そうなんです、スキルがないんです、はい、英語のということで、これはどういう意味があるかというと、はい、まあ、今回制作はロサンゼルスの、はい、スタジオでも行いましたが、もちろん日本のスタジオでも協力体制でやっているのがこのメタルギアオンラインでした、うん、ですので、うん、和洋折衷っていう意味をここに込めてます、はい、いわゆる漢字の3は和ですよね、はい、で数字の3は洋という意味合いにして、はい、いわゆるこの他のゲームにはないその日本と、海外の協力体制だからこそできたメタルギアオンラインっていう形の、コンセプトをここの E の文字に表してみたっていう形になります。はー、そういうことなんですね、はい、まあ、確かに今回実際戦いも、うん、サーバーがあれですよね、今回はゲーム機が一緒だったら国関係なく戦えるんですもんね、はい、今回はワールドワイドで、はい、対戦することができます。じゃあ僕らがツイッターに書いてある MGO を漢数字の3っていうのは合ってるってことでいいんですね、はい、じゃあね、あのもうどうぞご自由にですね、数字の3でもいいですし、うん、漢字の3でもいいです、うんうん、はい、もうそれは間違っていないです、全然。さっきあの和洋折衷と言ってましたけど、うん、なんかその和を取り入れた部分とか洋をこれを取り入れた部分って何かあるの、ゲーム中に。そうですね、ゲーム中にというよりはちょっとじゃあ一つ、まあこれもあのトレーラーの、うん、ラストの方にちょっと出てる曲の話をちょっとしようと思いますけども、はい、ですか、実はですね、うん、メタルギアオンラインっていうのは、うん、専用のテーマ曲みたいのがなかったので、うん、今回ちょっとどうしてもそういうテーマ曲作りたいなっていうのがあったんですね、うん、はいはい、でその時にやはり和洋折衷をどこかに取り入れたいと思いましたので、うんうん、トレーラーの最後に16分割の画面が出たところから流れる曲がですね、はい、ちょっとトレーラー曲の一部なんですけれども、うん、そのところで流れるテンポ、ドドドンドンドンっていうテンポがあるんですが、これが実は今回の MGO の、テーマのテンポになってるんですね。え、 MGO のテーマのテンポ、ですね、グランドゼロズですと、はい、でっていうテンポがあったと思うんですが、はい、うんうん、それと同じような形でメタルギアオンラインもドドドンドンドンっていうのをちょっと今回テーマのテンポにしようと、ドドドンドンドンっていうやつですね、はい、でこちらの音は実は他の楽器は全部、はい、洋楽器
いわゆるあのギターとかドラムバイオリンとか、はい、そういうのなんですが、実はそのテンポだけは和太鼓にしたんですね。バスドラムじゃなくて和太鼓、はい、うん、ですので曲の方も和洋折衷で、うん、作ってみたっていう形で、まあ、あのまだフルでちょっと曲が出てないんでわからないとは思うんですけれども、ちょっとそういうテーマをちゃんとそれぞれに含めてあの曲を作ったりとかしてみました。それ監督に話した時なんて言ってた多分ご存知ないと思います監督知らないの、はい、それはごめん聞いて、はい、これは聞いちゃいけないやつでしたあ、そう、え、監督知らずにやってることもあるってこと？あ、もうだって先ほどの、あ、オッケーオッケー、ごめん、2試合目、2試合目がなんか2試合目が、はい、はい、はい、これ、もうすぐ業務が強制的に始まります。はい、わ、はい、かりましたそういうこともあるんね。でも今の話、ここで言わなかったら気づかなかった人多いと思いますよ。そうだよね、あの監督にリツイートされる方は絶対にツイートしないようにお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、まあ、そうですか。わかりました。まあ、さあ、2試合目は、はい、クローク&ダガーをジェイドフォレストで行います。はい。マップが昨日と入れ替わってる形ですね、はい、うん、はい、昨日はジェイドフォレストのラッシュで、バウンティーハンターやりましたが、今回はラッシュではなく、はい、マップをフルに使う形で、うん、クローク&ダガーをプレイしてみたいと思います。はい、はい、さあ、じゃあもう大丈夫そうですかね。音楽、そうですね、音楽変えます。もしテーマいけたら、いけなかったらいいですよ。はい、じゃあいいです、はい、いいですはい、じゃあそれではじゃあ始めたいと思います。はい、多分ね、後ろですごい薪が入ってるんだと思いますよね、かなり尺、そうですね、やっちゃいましたね、はい、はい、私の方にも薪が来ましたはい、すみません。さあ、それではゲームショーエキシビジョンマッチ第2試合スタートでーす。はい、今回はアルファ1のキャラクター、はい、こちらはどのキャラクター、おっと、来ました。先ほどのムキムキアーティストが作ってくれたイカですねなんかもうちょっと今のどうですか、ムキムキアーティストが作ってくれた、いいんです、ムキムキアーティストです。はい、はい、あ、そして敬礼してバディを組んでおります。はい、こちらでバディが組まれましたね。はい、はい、さあ、じゃあステルス迷彩をもう一回つけてスタートですね。ステルスでもイカが揺れてる、あのイカが前に歩いてるのに横に揺れてますよ。そうそうそうちゃんとね、これ物理挙動してますから。あ、そうなんですね。はい、物理挙動で動いてます。いや、物理挙動って実際の現実世界でこれないですからねこんな状況こんなものありえないかもしれないですけど、はい、現在あれですね、こう徐々に潜入してます、はい、クロカンダガーは1回でも、倒されてしまうと復活できない、ミッションですから。あ、今誰かが見つかったようですね。はい、怖っ。見つかってしまうとアラートフェーズになって5秒間、ステルス迷彩が無効化されます。これあのイカは何イカをあのイカのことが気になってそれ気になってしょうがないんだよね。戦況があまり入ってこないんですよ。そうそうそうちょっと画面切り替えてもらっていいですかはいはいって意識だよはい、あ、はい、こちらもちょっと段ボールをちょっと活用してる感じですかね。大丈夫です、開けたらまたイカとかじゃないですよねそこは大丈夫だと思いますよ、はい、あ、違います、違います、よかった。はい、さあ、じゃあここは今防衛側ですね、こちらは。はい、はい、防衛側の画面、あ、キュートデコに引っかかっちゃいましたね。草むらにいるワンちゃんに引っかかり、うん、あのね、引っかかり方が可愛すぎるんだよね。で、CQC されて、これは危険です。あ、尋問されてますね、うん、はい、尋問されたことでこれ防衛側はかなり不利になりましたね、うん、お、お、さらにまた何をやっとるかいやいやいや、敬礼されてる、しかも敬礼してましたよ、うん、何をやっとるか、本当にちょっとこのプレイヤーの人間性がありますね、はい、ちょっと疑うところがありますが、はい、ちょっとこれちゃんと軍曹からね、はい、指導しなきゃいかんすよ。いや、僕こんなこと教えてないですただね、敬意は表してますから、はい、はい、じゃあこのまま、じゃあこれはアルファ1ですね、はい、はい、これセントロ軍曹のキャラクターですね。要するにイカですね、うん、イカです、はい、今徐々にこう仲間たちと、はい、ディスクの方に向かってますね。データディスクはゲーム画面上に、今ちょっと映ってますけれども、はい、データディスクはその丸いマークのやつですね、はい、はい、そちらの場所まで行ってデータディスクを取得した後、うん、はい、ディスプレイマークですね、はい、PC のディスプレイのようなマーク、そちらまで戻ってきてアップロードすれば勝利となります、はい、まあ、慎重ですね、相当。そうですね。いや、でもやはりね、これ私教えたのは、うん、なるべく影を歩いて、うん、慎重に行ってくれっていうのは私そのまんまだもんね、はいですね、はい、やっぱりどうしても走りたくなったりするんですけれども、はい、普通にまあスティックを倒して走る分には問題ないんですが、はい、
左スティック押し込みでいわゆるダッシュができると思うんですけども、はい、ダッシュをするとですね、ノイズというものを発してしまいまして敵からですね、レーダーに映ってしまいます。あ、なるほどね。ので、ゆっくりゆっくりあの移動するのが黒川だから僕はイカが落ちないようにしてるのかと思ったら違うんですね。イカは絶対落ちないと思う。これは来ましたね、データディスクのところまで来ました。はい、さあデータディスクを取りましたね。さあデータディスク取りました。お、何か起きました。あ、これはワームホールですね。さあバディの位置まで一気にワープです。おお、さあ来た。お、バディがいました。あ、敬礼。さあどこですかね、これは。あ、もうゴールのところですね。回避ポイントまで来てる。さあこれで一気に、一気にクリアしました。おーいえー、バディと敬礼でバディ関係になった仲間と、うん、一定時間バディを続けると、うん、1回だけワームホールといってそのバディの位置にワープすることができるんですよね。できるということですね。はい、これをうまく利用しますね。で、このワームホールはですね、あの本当に使うタイミングが非常に難しいので、はい、あともちろんバディとの連携がすごく重要なんですね。まあ、ただこれがうまくいくと今のように一気にショートカットできるんですが、はい、なので防衛側も結構以前のチームスニーキングでは、まあ、まずはそのディスクを守ればいいというふうに思ってたと思うんですが、はい、最初から回避ポイントの方もちょっと視野に入れとかないと、はい、いざディスク取られた時に一気にワープされて、うん、ショートカットされてクリアされてしまう可能性があります。性がありますので、うんうん、防衛側の戦略も今回かなり変わることになります。あ、さあ今度は、こちらブラボー1の画面ですね。また潜入側ですね、はい、今度は攻守入れ替わってますね。はい、攻守入れ替わってブラボーが潜入、アルファが、防衛ですね。先ほどのディスクを回収すると、はい、今度はイカが防衛するということですね。イカ防衛ですね。そうですね、イカ防衛ですね。はい、はい、潜入側ですので、非殺傷武器ということで今麻酔銃を持ってますね。はい、はいはい、で、ステルス迷彩ですけれども、はい、クロック&ダガーのステルス迷彩はですね、はい、バッテリー式ではありませんので、うん、アラートフェーズにならない限りはずっと透明です。なるほど。ただですね、はい、例えば先ほどもバウンティーハンターで出てきた潜入クラスが使えるステルス迷彩、はい、こちらはですね、実はバッテリー式になります、うんうん、ので、バッテリーが切れてしまうとステルス迷彩が解除されてしまいますので、うん、使いどころを意識しないといかないですね。ということですね。さあ今お見つかってしまったですね、味方が、うん、まあでもこれはなんとか逃げ切れますかね。どうでしょう。あ、イカが出てますね。イカじゃないですか。いや、だからあんた目立ちすぎなんだよ。あの逆にこれ、うん、僕のアバター使ってんのに、うん、イカをかぶったことによって誰だか分からなくなってますね。分からない、うん、はい、今このプレイヤーは偵察でしたかね、どん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 マーキングをしていたところですね。マーキングされたことに気づかないセンタロ軍曹ですね。センタロがまるでダメみたいな。本当、うん、あの物理挙動のあの先っぽ揺れるのを直してもらっていいですかね。いや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 。これ欲しいなイカ。さあ徐々に徐々にこれは潜入側が減ってる感じですね、はい、なんか随分な剣先が愛らしく思えてきた。はい、うん、これこのゲーム知らない人遠くから見てたら何だと思いますよ。何なんだろうと思ってね、はい、ペンキでなんかビチャビチャやりそうだもんね。ほら、ああ、はいですね、先ほどの話を聞いてか、はい、セントロ軍曹はもう先に回避ポイントの方に向かいましたね、うんうん、あ、さっきのことが起こらないように回収されました。じゃあこれは危険なんで回避ポイントで多分待機ですかね。あ、うまいですね、非常にうまいと思います。そうか、データディスクが来るであろう回避ポイントで先に待ち構えるという、うん、そうですね、はい、こちらの画面ブラボー2ですね、はいはい、データディスクを持って今、向かってるところですね、回避ポイントに、うん、さあ今回はこれワームホールを使えなかったんですね。ワームホール使うと危ないって判断したのかもしれないですね、うん、あ、なるほどね。あ、もしくは、あ、今バディがもうなくなってるのかもしれないですね。あ、あ、そうですね、そういうこともあると。さあここからでも多分もう今センタロー軍曹がいるところに向かおうとしてるのかもしれませんので、かなり危険です。あ、でもこれは迫撃砲を撃ってますね。どうする気ですか。あーっと、これはなんか3人同時にキルされてますよ。これは多分センタロー軍曹やられましたね今ので。ちょっとイカ防御力関係ないんですか。防御力は送信軍一切関係ありません。ということはただの焼きイカになったということですね。そうですね、はい、あのステージギミックとしてですね、このマップにはですね、はい、迫撃砲が置かれてますので、非常にこれはもし潜入側に使われると非常に危険なアイテムになりますね、掃除の、はい、あ、やられております。さあどうやら今香ばしい香りが漂ってますね。イカが倒れてますね、はい、さあ今、あ、向こうに一人気づいてないですね、うん、
あ、CQC で投げ飛ばしました。うまかったですね。はい、一人これで減らして、お、全滅ですね。おー、すごい、防衛チーム、うまかったです。全滅。潜入側が見事に防衛側を全滅するという、珍しいパターンですね。ということですよね。まあ確かにあのポイントにいるの分かってれば、迫撃砲は有効ですね。そうですよね。まさか3キル、3キル正確には3人と1匹。1匹のイカ。はい。いやでも、どうでしたか奥さん。いや、面白かったですね、うん、あのワームホールで一気にショートカットをするのも見られましたし、うん、そのショートカット今度はされるかもということで、はい、回避ポイントに先に行った軍曹たちが、はい、今度は迫撃砲という真空のに置かれている固定のあれですね、固定武器をうまく利用して今度は逆に反撃に転じるという、はいはい、これなかなか面白い展開だったと思います、はい、いやでもね、本当いよいよ10月6日、ね、はい、配信予定となりましたけども、大きい少佐、はい、もう多分ね、これまですごい長い道のりだったと思うんですけれども、本当に長い道のりだったと思います、ね、まあ、まだまだ安心はね、できませんけども、僕ら出すまで安心はできませんけども、はい、そうですね、今可能瞬間迎えていかがですか。いや本当にですね、まあ、うん、ファイナルデブリーフィングイベントでも僕なんか感無量みたいな形でちょっといろいろあったんです。泣いてたね。要するにギャン泣きでした。ギャン泣きでした。はい、あったんですけれども、うん、やっぱりこうやって今プレイアブルの方とかずっとこういう何度か見ててはいるんですけれども、うん、こうなんか楽しんでいただいてる姿を見るとですね、うん、なんか本当にやってきてよかったなと、ちょっと自分ながらに感無量またしております。うん、本当よね。まあ、でもこれからも、ね、どんどん盛り上がっていくと思いますし、はい、また、ね、こういったの機会あるかと思いますので、ぜひ沖翔さん、はい、元気でヘリ撃ち落とされないように。そう、沖翔さん ね、ここまで3日間毎回ヘリ撃ち落とされてるんですよ。そうですよね。最後くらいはね、そう、ちゃんと帰ってきて、ね、返してほしいですけどね。はい、でも本当に沖翔さんありがとうございました。ありがとうございました。あ、やっぱりまだヘリが、はい、これ帰りのヘリでございます、いやよかったよかった。さあ、これ大変申し訳ない、まで良かったんですけど、うん、あーって帰ってきちゃいましたよ。ということですよね。しょうがないと思いますよ。しょうがない、そういう運命だったと思います。はい、さあということで、はい、最新情報をお届けしてまいりましたけれども、はい、中継をちょっと、うん、FPS 部連合の方にちょっと中継を、あ、つながりました、つながりました。はい、ちょっとね、この4日間彼らも非常に素晴らしい戦いをしてくれましたからね。じゃあね、この4日間戦ってみて最後の感想一言お願いします。うん、僕たちのプレーを少しでも楽しいと思っていただけたら満足です。うん、はい、さあそしてもう1チームブラボー、バウンティーハンターは素晴らしい勝利だったんですけど、うん、クロカンダが負けてしまったのはやっぱりちょっと軍曹の指示通りにしたからかなっていうのがありますね。あ、なるほどね、はい、軍曹変えるか、ちょっといや、ちょっとそれはなちょっと絶対ダメだぞ。そうだよね。いやでも本当にこの4日間、うん、そして打ち合わせも含めたら彼ら何十時間拘束されてこのゲームやってくれたかわからない。本当全部終わってから撤収の直前までずっとやり続けてくれたので、そうですよね。そんな中央大学 FPS 部連合の皆々に盛大な拍手を、ありがとうね。ありがとう。一番前の彼がね、敬礼をしようかどうかずっと迷ってる手が愛らしかったですが、さあここで皆さんにお知らせがございます。はいはい、シリーズ最新作メタルギアソリッド5ファントムペインはプレイステーション4、プレイステーション3、Xbox One、Xbox 360 PC にて税抜き8400円にて販売中です。はい、10月6日よりをサービス開始となりますメタルギアオンラインはファントムペインのオンラインマルチモードとなります。ファントムペインを持っていないとプレイすることができませんのでお気をつけください。またメタルギアオンラインはプレイステーション4、プレイステーション3、 Xbox One、 Xbox 360版は10月6日よりサービス開始となりますが、 PC 版は2016年1月頃のサービスを予定しております。こちらもお気をつけください。現在ゲームショー期間中である9月17日から20日までメタルギアソリッド5ファントムペインを起動しログインするとゲーム中で使用できるアイテムとマザーベースコインをプレゼントします。この期間にぜひプレゼント、させてください。さあそして10月6日メタルギアオンラインのサービス開始に合わせて FOB オンラインの大型アップデートがございます。大型アップデートによりこれからの FOB オンラインのイベントが続々実施されるということなので、ぜひ皆さんご期待いただきたいと思います。さあ千太郎さん、
僕の告知は終わりましたよ。さあじゃあもうこれメタルギアのステージ、はい、これで完全に本当に最後に。そうですよね、はい、僕はちなみにこうやってあのパッケージ作りました、はい、皆さん作りました作りました作った。ちなみに僕のパッケージ欲しいという方いらっしゃいますか。あ結構いる結構いる。あの本当にこれだけ多くのいらっしゃってね。それだけか。ちなみに中そこだけ多か。クワイエット、ね、ステファニーと三上さんのサイン入り、これ見せた時点でもう一度聞きます、はい、これ欲しいという方、お前ら白状か。そう家に持ち帰ってやる。もう本当にあげようと思ってたけどもダメだ、こんな白状な人間。だ、ね、本当に欲しいでしょ。うん、いやでもね本当ね、はい、最後までお付き合いいただきまして、はい、太郎さんから皆さんに一言。10月6日、いよいよ大型アップデートとともに MGO のサービスが始まります。私ももちろん戦場に戻ります。前回の戦場で会うとすぐに私にグレネードを投げる人が多くて、正直私途中でちょっと辛くなった時期もありました。今回はみんなと敬礼してバディを組んでいきたいです。ぜひ10月6日一緒に戦いましょう。そして最後に一丁さんも入って写真撮影しました。はい、わかりました。もうスタッフ用意しました。はい、スタッフ用意しました。はい、ここで僕らって言わないんだね。中腰で、はい、中腰でいます。じゃあ準備はいいかな。はいはい、あのツイッター等で拡散されたくないという方は顔を隠してください。はい、それじゃあ総員敬礼。もう一枚いきます。はい、もっと高い位置から行ってもらっていいですか。はい、はい、それでは総員敬礼。はい、ありがとうございます。はい、はい、では、これはこの後ツイッターでまたつぶやかしていただきます。はい、いやでは4日間本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、ここまでのお相手は DJ の森一郎と軍曹の仙太郎でした。ありがとうございました。じゃあ、 一番最初に手を挙げてくれた女の子に。素晴らしい。あの前のパッケージの部分だけバットがつけんじゃないぞ。本当に最後までお付き合いありがとうございました。この後もステージがございますので、ぜひもしよろしければ、このまま残ってね、またご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。あと裏のメタルギアコーナーでも僕また後で怒鳴ります。何か起こるかもしれません。そちらもぜひ。ありがとう。